クエストグレブニン電撃の交座する白き稲妻キリン2頭塔のてっぺん。電撃といえばキリン、電撃の編集部からキリン2頭の、電撃討伐を依頼します。報酬はこれぞ電撃な感じのしびれるほどかっこいい武器が作れちゃうチケット大奮発しちゃうからみんなで参戦してね。じゃあ超かっこいい武器作りに行くか。電撃といえばキリンなんだ。フルとかやと思ったね。金王賀さんはどこ行ったんだろうね。ワンワンが良かった。ワン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 大人気。ワンワンお、あるな。打ち消しいただき。よし、じゃあ、煙玉持ってる子、お願いします。はい、行ってきます。即バレたね、はいはい、両方バレたね。両方バレたけど出しちゃった。あ、き、見にくい。じゃあしかも白い太陽系に。どうしよう。どっちから。あ、無理だ、走り回ってら。しかもでかくね、この霧。わあ。わあ、電撃が。ジャンプ霧。ダメージはこんなった。とりあえず片っぽ眠らしたら逆の画面端に走っていこうか。頼れやん。すげえ、すごいビリビリする。クマさん乗る？うわーい。じゃあ頑張って乗るわ。もうそろそろ寝んじゃねえ。みんな眠り武器だろ。うわー、寝る。どこだ？え、なんで？まだ寝ないの？ふらふらする。でもダメージが大したことないから。後ろ出たね。よし、画面端まで行こう。画面端まで駆け抜けよう。走れ走れ。来たり、こっちやり。来た来た。言われなくてもスタコラさっさだぜ。止まってる。詰まってる詰まってる。よし、来た来た。来た。おお、跳ねられた。クマさん、何そっちいんの？え？爆発させちゃダメなの？ダメダメ。うん、寝かして1対1にずっと寝てんの？いや、離れてるとね、多分こっちまで来ない。寝ると一遍寝た寝た寝た。バレた、突っ込んできそうだ。もう、あ、早くこいつ、早く爆発させよう。オッケーオッケー、来てる来てる、行くぞ、もう爆発させるぜ。よし、両方ぶっ飛んだ。ラッキー。死んでしまう、死んでしまう。あ、そうか、これ心眼がないんか。へえ、やばいやばいやばい、死んで、ジヌ死んでしまいます。あ、死んでしまいます。ジヌ、ジヌ危ねえ。使った使った使った、危ねえ危ねえ。あ、寝た向こう。寝てない、寝てないな。うん、寝たんだ。ほら、叩け叩け、気にすんな。うお、ほわ、めっちゃ食らった。あ、寝た。よし、画面始まり、逃げる。どうすんの。どうしよう、2段。おーおー、爆弾置きに行けないと。与えとくかも。よし、もう爆弾できるうちに行っとこう。普通に倒せるよ。俺でもう爆弾させるわ。あー、食らった。行きます。はい、あ、爆弾調合してる。ほら、硬くなってる。爆弾調合しなかった。おっと、調合調合。やばい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 、あれ、やった、ごっつくらった。あぶね。めちゃくちゃだなこれ。よし、じゃあこいつ、あ、あっち行っちゃった。粉塵粉塵、俺しか食らってねえから粉塵はいらねえや。あれ、飲んじゃった。ありがとう、なくなった。そして、あれ、あった、じゃあ逆お願い。よし、逆心。ボーカル爆弾って何合成するんだっけ。拡散デメキンだよ。あ、拡散デメ。あれと間違ったんじゃねえの。ちょっとやだな、そんな気したわ。間違えた。次で落としてまうで、うん、ボーカル爆弾で、はい、ちょっと焦がしに行くか。じゃあみんな殴りに行くか。寝た？寝た。逃げろ。とりあえず離れるんだ。で、隙を見て爆弾を置きに。大変なことに。基本でしょう、もうこれが、これがハンターだ。
危ない。みんな回復しろ。もうみんな絶対ここの空間風神だらけだよな。何かが吹っ飛んだしてくれたおかげで助かった。てかさっきもう一匹に気づかれてない時に煙玉しとけばよかったのか。あ、そういうのもあるのか。煙玉。今思った。あ、やべ、ピョってる。我封じお願いします。封じない。我封じ。はい。我願うは封じ。ありがとう。あれ、大粉塵も、あ、持った。大粉塵まみれだな。粉塵3つしか持ってこなかった。俺ちゃんと予備分も持ってきてる。もう、もう、攻撃ができない。くたびれよ、くたびれを飲もう。意外にスタミナ管理がめんどくせえ。持った。持った。お。じゃあこっちだ。暴れんだ。ねえ、危ねえ。寝ろ寝ろ。行くぞ、行くぞ。はい。攻撃するのか分かんないけど、行くぞ。ほら。よくよく分からん、襲ってたいで。怖え。寝た？どっちか。寝た、寝た。よし、行った、死んだ。よし。乗るか。よし。まあまあ、よし。ハゲハゲ。ハゲハゲ。今だ。今だ。今がチャンス。今がチャンピオン。寝た、よし、ハゴハゴ、これでハゲるチャンスだ。特上大たれじゃなかった。爆弾置いて、爆弾。なんか、落とし物ある？もうあるんじゃない？ね、あるわ。ちょろちょろ落ちてるね。ほんとピュアクリスタル、ピュアクリスタルだ。はい、爆弾置こう。やばい、こいつもう終わったんじゃね。はい、任せろ。ほらな、そんな気したわ。ほら、仲良く2匹をカメラに収めれるぜ。やっぱキリンは水爆だね。途中のプレイひどかったけどさ。ここの空間絶対粉塵まみれだよ。粉塵の粉待ってるよ、絶対ここ。あ、角が折れてない、こっち。ほら、支給品製麺の粉塵あるから、自分のから使っちゃった。ショートカットにないからな、後回しにしちゃうんだよな。昔は 3段やったな。あ、水爆になったから。はあ、せない。あ、任せた。やるな。この中間地点に、はっ、キック。あ、キックできなかった。俺の爆弾が。このオータル爆弾でマイムマイムだろ。マイムマイムって何？踊りだよ、踊り。電撃クーポン。電撃クーポン1個だけ、しかも。あ、2個。何？報酬はしょぼい。やったー。さあ、とりあえず何が作れるのか見に行こう。すごい、痺れるほどかっこいい武器だっけ。そう、言ってたな。うん、多分ね、振動パックじゃね。振動パック、振動パックで痺れるっていう CM は常識じゃないのかな。なんとかワークスやろ。電撃ワークス、稲妻かライトニングかビリビリか。ウィッチクラフトワークスじゃね。なんかそんな感じのあったぜ。さあ、稲妻やった。か、刀かな、多分。刀？太刀じゃね。太刀？片手剣やね。あれ？片手剣。片手。稲妻ワークス。あった。三枚か。三枚。あ、剣がなんかの伸びる伸びる。あ、本当だ。なんか結構かっこいいやん。なんか点滅してるよ。どっちが本当の刃かな？何これ？っていうかさ、どっちが本当の歯って短い方だったら相当短いよね、これ。俺の剣と同じぐらいじゃない、これ。使わないとかっこいいな、こうやって見ると。まだないのはどうなの？やべえ、マスターソードかっこよすぎる、こうやって見ると。勇者の剣。勇者の剣。ハイリアのところ。
お前やっぱなんかなんでマサフォードかっこいいな。グロービーソードは悲しいことあったやん、サバイバルないか、うん、でもこの荒々しさはありだな、うん、いいかしらさ、勇ましき兵、片手剣は正直コラボモンの方がかっこいいな。なんか普通のモンハンのゲームの中のちょっとゴワゴワしすぎてる。あ、全部ゴワゴワしてる。ぶっちゃけ全部スターナイトはかっこいいね、体験みたいだね。全部ダサい。悲しくなった。片手剣全部ダセ。うわ、猫パンチとか。猫パンチは別に。ニャンニャンボウ。そう。ニャンニャンボウ系。ニャンニャンボウは可愛い。ただ守備力なさそう、この盾キーだから。ほんとだ。やっぱコラボ本の方がかっこいいな、片手剣は。全然スターナイトソード考えると超かっこいいじゃん。うん、いや、スターナイトソード、まあ2回か3回で作れそうだね。防具はないのかな。でもこれ作っても私使うときなさそうだ。そもそも電撃の片手剣なんか使わねえよっていう。片手剣は眠りか竜ぐらいじゃないっていう。ああ。うん。特に防具はないね。ほんと剣だけだ。帰ろう。